はい。というわけで消費税なんですけど、はい。消費税がなぜ残酷なのかと。はい。いろいろ問題あるんですけどね。まず、消費税っていうのは、その、消費をした時に払いますよね。はい。はい、皆さんが。ということは、例えば、失業者。あるいは失業者のお子さん。はい。赤字企業。うん。払わなくちゃいけないんですよ。ああ。困りますよ。困りますよ。要は所得がなくたって消費税取られちゃうんですよ。年金受給者も取られる。そうなの？はい、働いてない。だから年金受給者働いてないけど、年金受給者だから消費税免除っていうのは話にならないんですよ。確かに。はい。ということで、要は弱者に冷たい。で、所得が高い人って、別に消費税が何パーセントでも気にしないと思いますよ。はい、あるかな？お金はあるんだから。ということで、弱者に冷たくて、まあ、勝ち組って言ったらあれだけど、高所得者に優しいんですよね。これ別の面もありまして、例えば、収入が1年間に200万円ぐらいしかない方々。うん、年収200万円の方。多分この方々って、稼いだ給料全部使うんじゃないですか。200万ぐらいしかなかった。1年間ですよ。月じゃないですよ。200、1年間だと。使いますよね。でも、例えば年収1億円の人って、1億円消費しますかって言ったら、絶対しないですよ。使い切れないというか、人間お腹いっぱいになったら食べられないから。ということで、その、もともと所得が大きい中の消費は一部なんですね。そこに 8% なり 10% かかる。ところが年収200万の人は、200万フルで使ってる、そこに丸ごとかかってくるんですよ。ということで、その、支払った消費税と、所得の割合を見ると、つまり所得に対する消費税率ですね。はい。これは低所得者の方が圧倒的に高くなる。でも高所得者は圧倒的に低いんですよ。だから格差拡大型なんです。格差開いちゃう。明らかに開きますよ。だって、消費者に優しいんだから。かつ、税金ってのはですね、ちょっと、なんだろうな、みんななんか誤解してる部分があって、要は政府の支出の財源だと思ってるんだけど、実は必ずしもそうじゃなくて、もう一つ重要な要素があるんですよ。それはですね、要は、景気の変動。好景気の時にはそれをできるだけ抑制する。うんうん、で、景気が悪い時には早く復活させる。うん、この安定化装置の役割を持ってます。例えば、コケさん所得税払ってますよね。はい。あちなみにこの番組も厳選調整されますからね。それは、はい、それはいいんだけど。それはいいんだけど、所得税って、要は所得がみんな小さくなったら税収も減るんですよ。そりゃそうでしょ。だって同じ所得から何パーセント取りますかって話だから、はい、所得自体がちっちゃくなっていくと税収も減っていくわけです。はい。で、法人税もそうです。法人税も企業の利益、まあ税引き前利益という所得に対してかかってくるから、その税引き前利益が小さくなると税収も減っちゃうんですよね。で、赤字企業になったら、法人税はほぼ払わなくていいです。7万円ぐらい払うんですけどね。法人事業税でも、まあ、ほとんど払わなくていい。で、失業者は所得税払わないんですよね。だって所得ないんだもん。確かに。ということで、その景気が悪くて失業者が増えたり、赤字企業が増えた時は税収が減るんですよ。所得税も法人税も。それでいいんです。税金取りませんから早く復活してねと。逆に景気がめちゃめちゃ良くて、バリバリ稼いでると。我々が。そしたら当然税金は、税収が増えます。いわゆる払わなきゃいけない税金増えるんですよ。ということで、税金頑張って取られちゃうから、あ、これちょっと考え直そうということで、ちょっとお金使うのやめようって感じになって、だんだん抑制していくんです、景気が。こういうこの安定化装置があるんですが、消費税はない。それはなぜなんですか？もともと発想からして、その本来税金っていうのは、その人の所得に対してかけなくちゃいけないんだけど、所得が何かって今からやりますけどね。はい。まあ、要は給料ですね。はい。ところが消費税っていうのは消費した瞬間なので、消費に対する罰則なんですね。うん。はい。さらに、その消費自体っていうのが日本は300兆円規模なんです。で、人間って、お腹減ったらご飯食べるんですよ。はい。はい。だから消費しないわけにいかないですね。ということで、消費自体の総額はあんまり変わらないです。それぞれ？それぞれでこう、まあ、変わっていくだろうけど、その、全体で見たらあんまり変わりません。だいたい300兆円ぐらいですかね。うん、ということで、そこにか、必ず 8% かけられるから、すごく安定してるんですよ。税源として。ほぼ横ばい。でもそれはね、景気が良かったら、税収を増やして景気を抑制するとか、景気が悪かったら、税収を減らして、それで景気を復活させるっていう安定化装置がない。というような形の様々な欠点を持ってるんですよ。とりあえず私はね、失業者から、あるいは赤字企業からも取るっていう時点で、すごく残酷だと思う、消費税は。その消費税を日本は、今までに、まあ、3回上げたって言っていいのかな。最初はゼロだったのが、最初に竹下内閣が 3% にして、97年に橋本政権が 5% にして、安倍政権が 8% にしたんです。その度にですね、
あ、日本経済はスターンと悪化してますね。あ、そうなんだ。そりゃそうですよ。だって、あの、我々、要は非常に、特にあの、低所得者に厳しいんですから。そもそもゼロでやっていけてたものを、なぜ 3% にしたの、はい、最初入れたのかってことですね、うん。これもね、いろんな考え方があるんですけど、その、まあ、財務省的には安定化財源が欲しかったって言われてますね。うん、本当に安定するんだもん、消費税って。うん、で、こんな税収が変動するのが嫌だった。うん、とか、まあ、いろんな理由があるんだけど、実はですね、その、そもそも、経済学の世界では、経済じゃないですよ。経済学の世界では、税金は、その各人、平等公正に取るべきだってなってるんですよ。これどういうことかというと、所得、一番理想の税金は何だと考えたときに、まずは所得税はゼロ。どれだけ所得が稼いでも税金取りません。ゼロ。で、法人税もゼロ。うん、企業もどれだけ稼いでも税金取りません。じゃあ税金どうやって取るの？一人頭いくらで取ろうと。10万円。あ、そしたら安定はする。安定というよりも平等でしょ。平等、うん、安定するかどうか、まあ人口によると思うんだけど、平等でしょって話なんだけど、それってすげえ残酷ですよね。稼いでなかったら。稼いでなくても10万円。ちょっと心配。あれ、赤ちゃんでも10万円。あ、はい、赤ちゃんも、ね。で、年収1億円の人も10万円。あ、これが理想ってことになって、本当になってるんですよ。本当です。本当です。これはね、人頭税って言います。一人頭で取るから人頭税って言うんだけど、私経済学部の時に教授が本当に人頭税が一番正しい税金だって言ってます。へー。本当かよと。まあ、もちろんね、公正平等ってのはそうかもしれないんだけど、それは絶対に社会が不安定になりますよ、ね、だって所得稼いでる人ってどれだけ稼いでも10万円しか取られないんだから、残り使い放題じゃないか。逆に年収100万円の人は10分の1取られてたんですね。しかも家族が多かったらその分税収増えますよと。いや、めちゃくちゃだろって話なんだけど、それが理想ってことになってる。でも経済学って基本的にはもう本当に馬鹿げた学問で、あの、この世に一番いらないものです、あれは。間違いない学問の中で。で、さすが人頭税っていうぐらいですから、本当ダメな学問なんですけどね。でもさすがに人頭税はね、入れられないんです。ちなみにね、入れようとした政治家がいるんです。あ、そうなんだ。はい。あの、マーガレット・サッチャーって言うんですけど、イギリスの1980年代の政治家ですけどね。で、入れようとした瞬間にどうなったかというと、人気が凋落して、あっという間にあの、失脚。当たり前だろうと。当たり前でしょと。いうことなんですが、だからというわけで、あの、人頭税無理なんですよ。はい。じゃあ、それが消費税。だもうちょっとまし、まあ、人頭税よりはましだけど、みんなから公正に取る税金ないからってことなんです、消費税。なるほど。まあ、いろいろお話伺うと、本当に消費増税は、多分、日本経済再デフレ化して、小国化と、まあ、衰退途上国って皆さんおっしゃってますが、これ確定する明らかな、まあ、悪性だと思うんですけど、総理どう考えてるんですかね。まあ、ちょっと言えるところと言えないところあると思いますけどね。総理の公式のご発言からすると、はい、まず、あの、非常に古いことを申し上げるとね、うん、あの、今、総理になられると、はい、これ、あの、いろんなお立場がありますから、あの、全省庁のことをおもんぱかりながら発言しないといけないので、はい、まあ、発言は、慎重になると思うんですけど、うん、総理になる前、何とおっしゃったかっていうと、これは、あの、総裁選の時、はい、いや、もうデフレ脱却までは増税しないと。これが基本的な総理のお考えなんだ。ちょっとメルマガ書いてましたもんね。私見ました。ましたメルマガ書いてましたよ、ね、本人が。こうおっしゃってたので、はい、そのお考えが変わってなかったとしたら、いまだにそう思っていらっしゃるんじゃないかなと思いますね。うん、で、それがあったからこそ、やはり2回の増税延期っていうのが、はい、まあ、あったんじゃないかなと思いますね。で、この消費税っていうのは、まあ、さっきも言いましたけど、ずっと影響続くから、当然 10% 増税は凍結して、できれば減税しないと14年のダメージすら回復しないという状況になってますよね。それは、多分この動画見てらっしゃる方はもうご納得されたと思うんですが、実際にそれを実現するために我々国民ができることって何なんでしょうかね。これはね、やっぱり空気があります。はい。まず、一番大事なのは、今日も一番最初に申し上げましたけど、うん、増税は確定したことではないという事実を知っていただくこと。はい、そして、その事実をいろんな人に伝えていただくこと。うん、で、そしたら確定するとかしないとかで、どうやって決まるのかっていうと、何によって決まるのかっていうと、世論によって決まります。はい、国民の皆さんが、いや、増税は大きな問題だという国民の声になれば、これはね、必ずこれ民主主義の国家ですから、直接間接いろんなルートがあるでしょうけれども、うん、これは増税が止まる可能性は12分以上に高まっていくと思います。したがって、まずは、増税は確定ではないということ。そして、世論の動向ではいくらでも止められるものなんだと。
の止める必要があると思うのなら止められるということなんだ。でそのためにもぜひ例えばこの本をご覧いただいたりとか、はい、あと水谷さんと一緒に今度出させていただく消費増税を凍結せよっていう雑誌クライテリオンですね、クライテリオン、それをご覧いただいたりとか、でそれをいろんな方に紹介していただいたり、あるいはこの動画を、まあ、SNS で拡散していただいたり、はい、やっぱりねこれはねもう情報戦争、そうですね、ですからこれはもう僕はこれは明確にこれは弾とか大砲とか鉄砲の弾が飛んでない情報戦争だと僕は思ってます、うん、でここの戦争で負ければ日本の国はもうダメになります、うん、でこれなんでダメな、でダメだったらどうなるかっていうと、僕はねもう2040年頃だから今から20年ぐらいしたらもう多分ね日本はもうメキシコ以下ぐらいになるんですよね、はい、メキシコとかあの貧困のレベルから言ってね、あと東南アジアの国だとかそれぐらいになって、こんなスーツとか着ていれる人ごく一部になってものすごい貧困世帯が広がって、まあ、もちろんあのごく一部のねセレブの人らは当然、はい、あの貧しい国って一部だけめっちゃものすごい金持ちですよねそういう奴らはきっとこう、はい、いるんだと、なんとかタウみたいな人がその時もいるんだと思いますけどね。でも普通の人はもうものすごく貧乏になっていると思います。で実際今中国とかアメリカとかヨーロッパの一流企業の初任給って50万ですから、はい、うん、日本人はまだ20万ぐらいじゃないですか。しかも我々がもらった初任給と同じじゃないですか。そうですよ、だって GDP 増えてないから当たり前ですよね。所得の合計が増えてないんだから。そうですよ、はい、で実際我々の所得は過去消費増税のせいで、うん、97年の消費増税のせいで130万円も世帯収入が減ってるんですよ、はい、130万笑ってしまいますよね、平均でですよ、うん、でそういうことがまた今度の増税でも行われますからもっと貧乏になる、はい、で一方で社会は中国だけじゃなくてアメリカもヨーロッパも韓国もインドも全ての国が東南アジアもみんなお金持ちになってきますから、うん、これから日本はこうなっていく一方でみんなこうなってきますから、日本だけものすごい貧乏な国になっていって、でもう我々の企業はほとんど外資に買われるでしょうね。そうでしょうね。でそうなると我々外国人の、まあ、いわば経済的な、まあ、隷属状況、まあ、あの分かりやすく言うと奴隷状況になってしまって、うん、でもうほとんど何の産業もないような国に2040年から50年になってしまうだろう。コロナショックによって世界中がパニックに陥ってしまいましたが、日本はこれからどうなっていくのか。重大な岐路に立たされている日本はこれから何をすればいいのか、そのようなことを解説した書籍が三橋貴明の2021年第二次世界大恐慌と日本の危機です。こちらの書籍は書店では購入できません。こちらの QR コードまたは概要欄からお買い求めください。いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。